見た目全く一緒ですけどね、うん、全く味は違います。ナツメグ二振り、できれば三温糖小さじ1/2、これを混ぜていくんだな。なんでここに怖いの？何？何やってるんですか？何をやってます？死ぬまで見ることのこ先生がお尻の割れ目の大変なことになったそうです。キュラーゲーキュカラーゲーの日だよ。ご飯も食べるから用意しておくよ。ニカメさん元気？ニカメさんちょっと色の感じ変だね。まあいいか。ライス、ライスありがとうございます。ライス&から揚げそれではいいね、美味しそうでしょ。じゃあこっちから行こうかな。これね、これ行きましょう。いただきます。今日は2種類唐揚げを作りましてですね、おーうまい。動画の最後には最後か途中かにレシピ作ってるところやりますんで、うん、ぜひ最後まで見てってね。でこっちの方も行くよ。見た目全く一緒ですけどね、うん、全く味は違います。全然別物、うん、まずこっちね、サイド A、 こっちの唐揚げは私がいつも作る味付けのね、もうガツン作るやつ、うん、あもうしょっぱいご飯っていう感じの方で、ね、サイド B、 こっち側ね、こっち側はだしが効いた唐揚げでございます。うん、優しい方、うん、じゃあちょっとこの辺で作り方を見ていていきましょうかね。はい、揚げるところはちょっと割愛しました。うん、まずこういきます。
酒大さじ1入りました。ニンニク2かけぐらい、これはお好みでございます。ございます。私生姜好きなんで生姜めっちゃ入れます。生姜大さじ1ぐらいです。適当です。ウェイパーで、ウェイパーを結構入れます。小さじ2ぐらい。ほぼほぼウェイパーで味決めるような感じです。味の素もがっつり入れます。がっつり入れます。で、漬け込む時間があんまりないときは、塩を結構入れちゃっていいです。3分の1ぐらいで、これね、ナツメグ2振り。これでもみもみです。はい、これでつけておく。はい、次和風の方いくよ。酒大さじ1、塩小さじ3分の1ぐらい、味の素、こちら安丸だし1パック破って全入れ。そして砂糖、できれば三温糖小さじ2分の1。普通の上白糖だったらもうちょっと少なめで入れた方がいいです。この微妙な砂糖が旨味を爆発させましてでございます。生姜これぐらい、小さじ1ぐらい、べー。はい、これでもみもみ。はい、これで和風とがっつり両方仕込み終了。あとはちょっと待って揚げていくよ。1時間ぐらいつけるといいですけども、今日は時間がないので、ちょっとお塩を多めに入れましたので、すぐ揚げていきたいなと思っております。それでは衣の作り方いきましょう。衣を作っていくよ。卵 L 玉1個に対して小麦粉大さじ山盛り1で、片栗粉大さじ山盛り1。卵1個に対して1対1の小麦粉と片栗粉、これが私の好みである。これを混ぜていくんだな。で、大体これぐらいの粘度、これぐらいの粘度、見づらいかな、ごめんなさいね、見づらいか。これぐらいの粘度になったら、さっきのこれに半分ずつ入れていくよ。はい、こんな感じ。これであとは揚げるだけ。肉をできるだけ大きめに切ってね、やるのがコツでございます。うまっ。食欲爆発しますね。私の唐揚げはですね、こっちね、これだしじゃない方、かなり昔からね、いろんな作り方やって、いろんな味付け試して、で、行き着いた、もうくどいぐらいパンチのある味です。はい。これがね、冷めてもうまいんですよ。で、私の好みはあんまりこう思いっきりニンニクっていうよりは生姜が多めなんですよね、でこっちのね、だしの方もこれやってみてください。うまいっすね。あとね、衣ですよね。衣がね、片栗粉
だけの衣の唐揚げはあんまり好みじゃないんですよ。あの、わかりますかね、中華料理屋さんの唐揚げみたいな、うん、なんていうかな、ちょっと卵を入れてることでね、ちょっとこう黄色っぽくなるというか、なんというかね、ちょっと独特の色と食感になるんですよ。うん、それが私の好みざんす。こういう感じね。ちょっとこっちカメラの色がなんか全然違うな。これちょっとすごい赤く見えます。まあいいか。今日はね、初めてこの新しいカメラ、一カメさんで撮ってるんですけど、どうすかね、色の感じは結構良さそうですけどね。うん、まあ、あの単焦点レンズじゃないので、まあ、そんなに画質が爆上がりしたかっていうか、そういうわけではないんですけど、ものすごいなんか私の目にはすごい鮮明に見えてるんですが、こんなもんでしょうかね。うん、うまい、うまい。いや、実はね、結構なんか苦労したんですよ。もう遅い時間になっちゃって、この唐揚げをの味付けを取るのとかめっちゃなんか慣れないんで、めっちゃ苦労した。で、多大なるぴょんこ先生の、アシスタンティス、アシスタントニアンに助けられまして、なんとか撮影している所存でございます。お酒をくれませんか。グリーンだよ、グリーンだよ。出来心で買ってしまった。これカポス。皆さんもね、お仕事大変でしょ。頑張りましょうね。うん、うん、まっ。食べませんか、健康商材。健康先生も、あの、髪を染めてますね、今ね。写したいですね。髪染めて、あの、なんか与謝野晶子みたいになってますからね。出汁の方とパンチ効いた方どっちがいい？どっち？パンチ効いた方。さすがパンチ、パンチング女子。はい、パンチング女子。何ですか？そういえば最近ぴょんこ先生が画面に出てきてませんね。今度出します。どうですか。うまい、めっちゃうまいそうです。めちゃくちゃパンチが効いてるでしょ。うん、出汁の方もあるよ。出汁唐揚げいいね。この出汁唐揚げはね、もも肉じゃなくて胸肉でもいいね。うん、さっぱりとね、ちょっとこう、まあレシピ今日、あの、私の好みのレシピやってますけど、あの、皆さんは味の素の量はもうちょっと減らしていいと思います。はい、あと塩3分の1入れましたが、それもね、よっぽど漬け込む時間がない時、うん、はもうすぐ揚げたいっていう時は、塩を加えることでちょうどよくなるんですけども、1時間とかね、もし漬け込む時間があるんであれば、塩は入れなくてもいいかもしれない。まあいろいろね、ちょっと試してみてください。はい、まあ唐揚げね、結構好みあるじゃないですか。で、私はこれが好き、うん、ということでございます。二カメさん元気いいね。この一カメ二カメいいね。超編集めんどくさいけどね。あとね、ものすごいデータを食うんで、こっち 4K で今撮ってますから、こっちはフルハイビジョンなんですけども、
4K でねこれだけのこの長さを撮ってると、あのねパソコンのねあの容量はまあそんなにこうメインのドライブにはこう入れたくないですけども、やっぱりこう外付けのねこうハードディスク事情、 SSD だったりね HDD だったりね、これは必要になりますよね。うん、というわけでいよいよねあのとりあえずこの撮った動画をこのデータが膨大な量になるので 4K とフル入ってなるとすごい膨大なデータ量になるので、あのソリッドステートドライブをね SSD をちょっと 1TB 購入しましたね。そうでもしないとちょっと厳しいんですよ本当に。お、予算のあきこさんこんばんは。こんばんみ予算のあきこの代表作を教えてもらっていいですか。知らん乱れ髪じゃないの。乱れ髪じゃなかったっけ。吉田あきこって誰だ吉田あきこって誰だ。実はもう今日4本ぐらいビール飲んでますからね、まあまあ酔っ払っておりますけれども、与謝野晶子の代表作乱れ髪、違うかな。ほんとなんかすごいね、あのルッコラみたいな、ルッなんだチコリーだ、なんだっけあのこういう野菜、チコリチコリン、こないだ食べたやつルッコラ、違う、なんだっけチコリ、違う、あ、チコリだ、チコリ、うん、チコリみたいな髪型になってますね。どんな髪型なんだ、なんか こういうねこういう感じになっております。というわけで、ちょっと明日から超めんどくせえ仕事が入るんで、頑張ってやっていきたいと思います。皆さんもね頑張りましょう。なんでここに、怖いな、何顔認証、あの顔認証のマークがこうね顔が出てるとこにこう出るんですけど、今ここに、え？ここに顔認証のマークが出たね。これは私の右肩に誰か乗っているということでしょうね。さようなら。